どうもタムヤンです。桃鉄令和も楽しもう。もう令和3年になりました。リアルでね。ただいま絶好調、秀吉が出陣。伊万里の梨園を買いますか。もちろん買うぜ。どうした。飛鳥時代の摂政聖徳太子様が面会。ほうほうほう、以前聖徳太子仲間になったっかね。このカードを差し上げましょう。あ、ぶっ飛び周遊カード、いいね。さあ、前回までの桃鉄、いい勝負をし始めております。残り10年になりましたね。目的地札幌、佐久間さんがもうゴールしそう。このままだとボンビーついちゃう。どうする。165億しっかり使いたいよね。どうする。あ、函館カードはあるけどな。ぶっ飛び周遊どこに飛ぶか分かんないもんね。函館カードで函館行くかな。もっと直接的なのはあるかな。これなん、これどこなんだろうな。小倉は九州だよね。横手に池カード、北へカード、北へカードも曖昧だしね。函館カードいきますかね。函館カード、レッツゴー函館。函館買い物どうだろうね。まとめ買い、あ、全部買える。演歌の親父記念館だおお、いいね。ラッキーバーガー、収益率高いね。買っちゃえ函館、これはでかい。さあ、独占都市22カ所戻ってきたね。以前の良さが。佐久間さん移動系持ってないんだったっけ。98億か。で、堀井さんが新幹線カードで、お金いくらあるんだろう。堀井さん、あ、北海道に入った。57億。あ、収入はまあまあ。さあ、こっからだ。絶好調だから。お、どうした。新選組副局長土方歳三、あ、函館なんだ。最後まで抵抗し続けた社員の士気、よし、仲間にしよう。今より佐久間社長の陣を吸収してまいります。御用改めでござる。佐久間電鉄の埼玉の草加せんべいを奪ってまいりました。いいね。さあ、これ絶好調だから普通にサイコロ振るか。17マスどうだ。24マス、ゴールどこだっけ。ゴールここか、札幌か。札幌入れないけど、あ、低山国とリゾートホテル、リゾートなんか入りづらいとこちょっと入っといてもいいよね。あ、ビジネスホテル、どうしよう、迷うな。低山国じゃないのか、定山渓、失礼しました地元の人。リゾートホテル買いに行こう。ガンガン買うぜ。定山渓でスペシャルカード持ってるから次ゴールできるけどな。もう使っちゃうか、スペシャルカード。それか温存しとくかっていうと、温存しよりももうね、どんどん攻めだ。もう言ったらもうカードとかも全部いつなくなるか分かんないからね、キングボンビーとかで。いける時にどんどん押していく。絶好調だけどスペシャルカード使いますよ。スペシ、何マス ?3 マススペシャルだ。3マス、あと10年全力でいきます。一番乗り、トップの座を守るぞ。一度地獄を見てますからね。
地獄からの復活47億、やっぱゴール、あ、3連続一番乗りで23億、3連続で、あ、やった、スペシャルカードまたもらった。そして佐久間さん、さあ目的地どこでも対応できますよ、オールラウンド。あとハワイとか海外一度行ってみたいけどな。京浜工業地帯、神奈川、川崎、お、記念戦に、なんだ、30箇所目の県庁所在地を訪れた。あ、県庁所在地泊まるの大事なんだね。お楽しみから47都道府県庁名を覗いてみるがいい。あ、そんなんできるんだ。おー、潜在一遇カード、やったー。え、まとめ買いだよ。あ、プロ野球チーム買える。家具小売業、生チョコ工場、ドーム球場。まあこれ目いっぱい行こう。全部は買えないな、さすが札幌。その県庁所在地全部揃えるのなんか楽しそうだね。末尾ゼロキャンペーン、お払いカード、特急収入、吹っ飛び収入。あ、どうした、100人に1人無料さ、うわー、44億を無料。佐久間さんラッキーだねー。あ、ボンビーなすりつけられる。佐久間さんになすりつけて飛んでった川崎。 OK、 トピックス、7月、さくらんぼ糖度が高い、絶好調ね。おっ、どうした、秀吉出陣、後楽園のスポーツホールを半額の20億円で買う。お金足りてたっけ。おお、20億使う、うわ、1億しかないなんかお金をもらえるカード的なのないかな。ないか、どうしよっかな。この、あ、この字読めないんだけど、これどこなんだろうな。どうしよう、刀狩りカード使うと1ターンかかるから、ぶっ飛び周遊、潜在一遇か、35マス。うーん、潜在一遇、潜在五遇。もう一切遊びというかね、目的地中心で行こう。今しかも3連続ゴール中だから、ガンガン行こう。で、これでも佐久間さんと堀井さんも移動系カード購入したから、こっからは簡単にはね、できないよね。あとなんかレアなカード手に入れたら、刀狩りカードで応戦しようかな。まあ一番は刀狩りカードを2人が取ったら、それを刀狩りを刀狩りで消すっていうねそれもいるしね。さあ東京に来ました。トピックス、おお、トウモロコシ生でも食べられる、10億、お、臨時収入が大きいね、一個一個は。絶好調、5マス。川崎ってどこだ、くるくる回れるとこだったら、あ、微妙、あ、くるくる回れるね。どうしようかな、でもスペシャルカード使えば一発だけど、これさすがにもったいないね。でも時間短縮でもうスペシャル使っちゃう。バンクの中にはスペシャルはない。あー、ちょっと温存するか、さすがに。ロイヤル、ロイヤルでどう。よし、入れた。買い物してから、あ、でもな、入ろう、入るの優先。うわ、ソフトウェア工場3300億ってある、すごいな。あ、でも桃太郎ランド10兆円だからね、1兆以下なら安いな。あやりました、今年2つ目の目的地47億、4連続で47億、ダブルパンチ。
パンチじゃないけどダブルボーナスいただきました。到着するだけで95億。佐久間さんボンビー、よし、目的地で稼ぐ戦いしようぜ。宮城県の富、何買える？10億観光バス工場、収益低いな。こっちにしとこうか。おもちゃ量販店、ケイどんどん行こう。何カード持ってるか、ちょもうちょっとゆっくり見せてほしいんだよねさっきのバス、あでも刀狩りカードで使うふりしてキャンセルすればいいのか。あ、こっちに追いついてきたな。あ、犬をただたか取られたぞ。犬をただたか仲間にされちゃうよ、地図の。違ったっけ。あ、みんな来たな。あ、やばい、抜かされてるぞ。あー、プラスでかいね、14億。でも私は連続ゴールにこだわろうぜ。あ、絶好調終わった。でもほとんどあんまり使ってなかったな、絶好調。お、井上、借金は男の解消、出たー。47億の借金、借金総額359億。これ最後爆発しちゃうんじゃないの、大丈夫。26マスか、ロイヤルでいくか。26出るか、出ない。これボンビーいるから自分で行った方がいいな、宮城まで。自分で操作しよう。ボンビーに当たっちゃうのが嫌だからね。9876、あー、ここら辺赤ばっかだけど。4322、福島、あ、ロイヤル使い切った。ガラス繊維工場は買えないの。佐久間さんのとこに割り込み、84億使いたいけどな。あ、期間延長カード、特急収入にもったいない使い方するな。あ、8は少ない、追いつかないんじゃないこれ。あ、追いつかない、佐久間さん。ボンビー久々に食らえ。運が出た、出ちゃうのかい。カミカミだけどお食事中の方すいません。あ、よしよしよし、6なら。あ、牛歩カード、いや、恐ろしいカード取った。おー、土方いけー。堀井電鉄のタイル建材10億奪った。キャベツ畑4億、いいね。ね、刀狩りカード、堀井さんだったよな。カードスペシャル、あ、スペシャルも持ってるんだね。あ、ロイヤルも持ってんの。あ、牛歩カードだね、牛歩キャンカード。あ、もう1枚くれるって、ありがとう。じゃあロイヤルいただこうか、スペシャルか、どっちにしようかな。ロイヤルいただきます。敵の足を封じる。うわ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 、ボンビーのなすりつけ。おー、あんこう鍋、あったかい時期にいいよね。あ、なすりつけた。よし、ここでどうしようかな。佐久間さんと堀井さん両方どちらもね怖いよね。ラーメン日本一ね。おー、熊本ラーメン、豚骨、臨時収入、やったぜ。牛歩カード使うか、ここで。これでもゴールされる可能性ある、怖いな。あ、しかもここ入りづらい場所だ。よし、もうスペシャルカード使おう。まあ、どうしようかな。まあいいか、使おう、スペシャルカード。ここは連続ゴールにこだわります。4321ドン、スペシャルカードなくなった。まさかの今年3つ目の目的地ゴールです。いや、本気出してるね。47億、これ今のマックスなのかな。5連続一番乗り、57億、マジか。到着金よりも多いボーナスの方が。
5連続望み周遊カード、やったー。佐久間さん絶好調だぜ。なんだったらもう近いところどんどん入りたいな。あ、鹿児島県のチラン特攻隊のなんかねミュージアムみたいなのあるんだよね。行ったことあります、チラン。トメ、うわー、電子マネー工場って何、7000億、そんなんあるんだ。特急周遊カードか、なすりつけることができないだろ。できるんかい、ちょうどで、しかも最悪、最悪なとこ止まるな。これ堀井さんになすりつけに行くしかないな。これはメリークリスマス、ラーメン日本一のタブヤン電鉄。まあ、いったなこれ。おー、来たー、赤穂浪士の皆さん、打ち入り、一番高い物件70億奪い取りました。伊藤博文、多いね。これはちょっと望み周遊か、いや、ロイヤルで行こう。届かなかったらやだもんな。で、なすりつけて逃げる。あ、うん、あんの最悪だ。え、あ、ダメだ、なすりつけないじゃん、もう最悪だ。やってくれた。あ、ここに泊まれるんだ、もう一回しょうがない、ここ行くしかないわ。あれ終了。いやー、もうボンビー最悪だよ、1ヶ月損した。あんなとこにうんうん置くからよ。ハワイアンセンター、あー、5倍で買ってもいい値段だね。あ、ヘリポートだ。はっ、あ、やばいやばいやばい、九州行ったんじゃないこれ。うわー、連続ゴールか、そんなとこ行くの。え、あと何マス、あの人。え、牛歩カード使う、5億、5億よりも連続一番乗りが気になる。ニュースをお伝えします。あ、冷え込んでる、スキー大繁盛じゃないの、どうなんだ軽井沢。え、嬉しいニュースの方がどっちなんだこれ、かわいいね。あ、大雪となってます、スノボー喜び、草津潤っております、18億、やったね、いいことばっかり。あ、堀井さん、あと9マスだ、やばい。牛歩カードすれば逆に9ヶ月後にはゴールしちゃうけどな。この小倉カード使おうか、小倉カード使ってまず牛歩カードで止めとくか。牛歩カードを あれ、堀井さんだよね、堀井さん、牛歩カード、堀井さん、よし、とりあえず牛になってもらいました。これで3ヶ月何ヶ月かはね、時間稼ぎできるから。小倉アイス屋 200% めちゃくちゃ売れてるね、可愛い子には旅をさせる。シュレッダーカード消えた、1マスずつポイントアップキャンペーンか。足踏みカードってなんかあったぞ、買ったんじゃない、怖いな。2月ラーメンでどんどん稼いでおります、5億。そしてこの小倉カードを使おう、小倉カード、小倉に飛んでけー。スペシャルカードがないのがちょっと痛いけどね、誰か持ってたよねスペシャルカード。
まとめ買い、トイレ工事を買えない。どうしようかな、トイレ工場を買おうかな。まあいいか。スペシャルカードをちょっと刀狩りカードで奪っときたいけどな。でもなんかダビングにこだわりすぎて失敗したのもあるしね。お払いカード消えた。 UFO カード、はっはっは。入りたいとこに、ああ全部、あ、それはでかい。宮崎を買い占めた。さあ決算前、17マスロイヤルで決めるか。ゴールしちゃえよ。12マス全然。ゴールどこだったっけ。あ、チランだよね。水俣ぐらい行って次の時ゴールできるように。78億と、81億、あ、全部買えるんじゃないこれ。窒素工場買っちゃえ。水俣か、水俣病があったとこのね、学校で習ったね。さあ24カ所買い物目いっぱいしましたよ、決算前に。理想的だね。さあどれだけこれ積み上げたか、今年決算楽しみだ。ああとしまった、都道府県のやつ。あ、釣りの銀次カード、ダメダメダメ、それダメよ。釣りの銀次カードはやめてくれよ。あ、左じゃなくて右に行くんだ。UFOカード効いてるね。決算です。そしてあの都道府県のお楽しみっていうのを次回お見せしますね。さあ注目の収益176億、素晴らしい伸びです。過去最高じゃないこれ。そして2489億、もうわけのわからない差がついております。圧倒的だ。何このグラフ。今年はやりましたね。これぞ桃鉄の天国と地獄。あ、高額物件とか出るかな、出ないか。ということで次回もお楽しみに。さよなら。